はい、どうも、大勢秋葉でございます。今回からちょっと、変わった方向に行こうと思っていて、今回から、音楽偉人伝というような、感じで、ちょっとね動画の方をね回していこうかなと思います。まあそれだけじゃなくていろいろ今後もやっていくんですけども、まあ一つの、カテゴリーとしてちょっと音楽偉人伝みたいな感じでね、まあ僕がただただ好きな、音楽の、ね才能を持った方々をちょっと紹介していくというような感じで、まあ特に僕の場合だと60年代、70年代、80年代中心になってくると思います。で基本的に日本のね、アーティストとか、まあ、音楽の偉業を成し遂げた方を、まあ、対象にするというような感じで、まあ、その人の人生を振り返ったり、その人のね歴史を見てみたり、その人の作品の特徴をね言うことによって、こう皆さんもこれからねその聞いてみようとか、特に若い人なんかも、今後、こういう音楽とちょっと向き合ってみようみたいなことをね、ちょっと考えるきっかけになってくれたら嬉しいかなというふうに思います。ということで、第1回目はですね、太田圭一さんでございます。僕も大好きな、あの太田圭一さんについて、皆さん知ってるようで知らないという方多いと思います。まあ、特にその当時のね世代の方なんかもちろん太田圭一といえばもう最高の、クリエイターだというようにね、まあ皆さんも本当に、ご存知の通りだと思います。ただ僕の年齢になってくると、なかなかね太田圭一さんという人物について、知ってるよという人は、かなり少ないんですよね。これだけやっぱり音楽業界で成功されてすごい、偉業をね成し遂げた、方なので、これはぜひ知っておいてほしいです。でいろんな音楽を聴くときにもやっぱり太田圭一さんが、深く関わっていたりします。作曲とか編曲とかを見てみると、太田圭一さんのね、まあその作品というのはかなり多いので、あこういう人が作ったんだというようなね視点でね今後聞いてみるというのもありかなと思います。ということで、まず太田圭一さんなんですけど、この人はもう肩書きがねもうたくさんありすぎるんですよ。なので、一言で言うと、太田圭一さんっていうのは本気で音楽を愛した研究者だと思っております。本当にもうもちろんね太田圭一さんっていうのはミュージシャンとしてもすごいんですけども、もう音楽というものを、もう愛して愛してやまないような、本当にとことん追求して、音楽を作るというようなね、もう人生はもう音楽で埋め尽くされているような、もうすごいね、方ということで、肩書きがこの人すごいんですよ。まあもちろん、まあバンドもやってましたんで、シンガーソングライターとしての、まあ太田圭一さんの姿もあります。そして作曲家、はい、そしてプロデューサー、そしてラジオ DJ、そしてレコードレーベルの代表取締役、そしてですね音楽評論家、執筆家、なんかもういろいろね肩書きがあるんですよ。でもそれ全部音楽に関することで、音楽に関することあらゆる仕事をこなしてる方というような感じでございます。はい、じゃあちょっと生い立ちをね深掘りしていきたいと思います。太田圭一さんは、岩手県出身なんですよね。岩手県出身で、まあ当時ですね、公立学校のね先生だった母親、がいたので、結構その転校とかを繰り返していたそうです。で、太田圭一さんが音楽の、ハマるきっかけになったのがですね、コニー・フランシスの、カラーに口紅というね、これいい曲ですよね。まあ、後々ね、T シャツに口紅とかね、まあ、出てくる、曲がね、出されますけどね、やっぱここも影響してんのかなって思いますけども、このコニー・フランシス、ぜひ皆さん聴いてみてください。このね、コニー・フランシスの、カラーに口紅、すごいいい曲です。まあ、これにね、影響されたと。で、これを聴いたことによって、アメリカンポップスにのめり込んでいくわけですよね。のめり込み方がすごくてですね、その当時、ラジオを自分で作っちゃって、その自分で作ったラジオでこう日本放送とか聞いて、いろんな音楽とかを、聞いてたらしいんですよ。だからまあ元々ねこの時代からですね音楽と出会ったことによって、まあそのこだわりの深さであったりとか、ものづくりに対するその執着とか、まあそういった本当に太田圭一さんの人格がねちっちゃい頃から現れているんじゃないかと思います。はい。そしてその後ですね、エルビス・プレスリーとか、まあビーチボーイズとか、本当にもうアメリカンポップスの名だたるアーティストを、分析的に、聞いていくわけですよ。ただ聞くんじゃなくて、いろいろこう分析しながら、自分でどういう風にこういう音はどうなってんのかとか、全部分析しながら研究的にね聞いていくというようなことをし始めます。まあそれだけじゃなくて、当時日本でも流行っていた、まあ小林明さんとかね、浮木仁志さんのクレイジーキャッツとか、あの辺なんかも、ハマっていくというような感じになっております。はい。そして花巻北高等学校に、入学をすると、で入学をするんですけど、授業料を全部レコードにつぎ込んじゃって1年で退学しちゃうというほど音楽を愛していたということなんですよね。やっぱハマっちゃって、もう本当に音楽しか愛せないってなって、やっぱレコードをねバーッと買っちゃうわけですよ。で退学になっちゃうと、本当に音楽愛が強いということがね
読み取れるわけでございますけども、はい。そしてまた違うところに入るんですけど、そこでですね、ビートルズと出会うわけですよね、多くのミュージシャンが影響されているビートルズと出会うわけでございます。そこでね、リバプールサウンドというかね、あのビートルズのような音楽を聴き始めるわけでございます。はい。そこで初めてですね、バンドのね、スプレンターズという、バンドのドラムをね担当して初めてバンドを結成するわけでございます。で、このバンドっていうのはね、やっぱビートルズみたいな音楽を結構やってたらしいんですけども、大滝さんは本当はちょっとコミックソング的なのがやりたかったというようなことがあって、あーすごいな、やっぱりもうずっといろんな音楽を聴いてる人のそのなんか知見の広さっていうのは、こんなにね、まあ若い頃でも、広いんだなということを改めて実感するわけでございます。はい。でその後ですね、卒業した後製鉄会社に、就職するんですよ。ただこれ3ヶ月で辞めちゃうんですよね、やっぱり音楽の道が諦めきれないというのもあると思うんですけども、まあその一つの理由として、なんかその会社の余興かなんかでね、あのビートルズの、ガールという曲をね、口ずさんだらしいんですよ。まあこれはですね、あのラバーソウルというねアルバムに入っているジョン・レノンのね、名曲でございますけども、ガールを、口ずさんだところ、その上司にですね、君はこういうところにいる人間じゃないよというふうに言われちゃうわけですよ。もう本当にその一回歌っただけでやっぱりもう本当に音楽として生きていく人間だということを周りからも理解されてるぐらい、まあ才能があるということでね、まあすごい経験ということでございます。そしてその後ですね、大きな転機が訪れます。早稲田大学第二学部に、入学した先でですね、細野晴臣さんと出会うわけですよ。ここでようやく、はい、細野晴臣さんが今後ね本当に 長いパートナーになっていくわけでございますけども、でね、まあちょっと意気投合するんですよ。細野さんも結構アメリカンポップスとか、まあ音楽のやっぱ知識とか好きさっていうものは大きいので、大竹一さんも音楽が大好きってことで意気投合すると。で、細野晴臣さんの、じゃあ家に、じゃあ招かれたと、大滝さんがね。で、細野晴臣さん、ちょっとね、腕試しに、自分の部屋にですね、ヤングブラッツのですね、ゲットトゥゲザーというシングルアルバムを見えるところにポンと置いといたらしいんですよ。あ、これ気づくかな、大滝くんはってことでね、置いといたらしいんですよ。そして大滝さんがバッと入ってきて、あ、それいいね、あの、ゲットトゥゲザーいいねみたいな感じで言って、細野さんもさすがよくわかるねみたいな感じになったらしいんですよね。だからここでやっぱりちょっとね関心を抱いたということでございます。そしてこの当時ですね、細野晴臣さん、エイプリルフールというバンドをやってました。まあ後に一緒のメンバーになるもちろん松本隆さんなんかも、そこでやってました。あとまあ有名なところは小坂忠さんとかね、まあエイプリルフールというねバンドをやっていたんですけども、エイプリルフールがまあ解散してしまうというふうになった時に、細野さんが、メンバーの松本さんと新しいバンドをやろうと話をしてた。でそこに、仲良くなった大竹一さんを入れたかった。そして大竹一さんを勧誘して、じゃあ新しいバンドやろうということで始まったのが、ハッピーエンドでございます。あの有名なハッピーエンド、まあ最初はバレンタインブルーというねバンド名だったんですけど、そこからハッピーエンドというね活動を始めていくというような感じで、まあハッピーエンドの功績といえばもうこれはもうね、もう語る必要もないんじゃないかというぐらい、あれなんですけど、また別な動画にしていきたいんですけども、本当に、風を集めてとかもさまざまなね、風待ちロマンとか様々な名盤が出てきます。はい。でハッピーエンドの活動中に大竹英さんソロ活動もちょっとやり始めます。これでハッピーエンドがね解散してしまうんですが、1972年にソロアルバム大竹英一を、リリースするわけでございます。この大竹英一さんのアルバム大竹英一、これはいいアルバムなんでぜひ聴いてみてください。はい。ということで、ハッピーエンドがね解散してしまったと。でソロアーティストになったんですが、この頃大竹英一さんソロアーティストで自分の曲を作っていくというよりかは、CM ソングのね制作に、強く、没頭するということなんですよね。なかなかシンガーソングライターというかミュージシャンとしては珍しい、CM ソングの活動を始めていくわけでございます。はい。そしてあと同時に若手のミュージシャンをプロデュースするというようなね、プロデューサー側に一旦回るというような感じでございます。まあこの辺からプロデューサーをやり始めるんですが、その後わずか、2年後ぐらいにですね、1974年に、自身がね作詞作曲編曲プロデュース原盤制作原盤管理、全部やる、もう本当にもう音楽のそのなんかビジネスを全部やってしまうような、プライベートレーベルのナイアガラレーベルというものを立ち上げます。これがですねエリックレコードの、ところでこう契約するわけなんですけども、エリックレコードって言ったら本当にすごいね、まあ、シュガーベイブとか吉田拓郎とか、まあ、いろんな名だたるアーティストを抱えてたレーベルと自分のレーベルを作ってそこで契約して曲を出すというようなね、ことをやっていくわけでございます。すごいことですよ。原盤管理とか原盤制作、まあ要はレコードを作っちゃったりとか、まあ、作詞作曲編曲全部やってそのレコードを作ってそのレコードを全部管理するわけですから、まあ、すごいことをやり始めるんですよ。ここからね結構大滝さんナイアガラって言葉結
結構ね、やっぱ使うと思うんですよ。ナイアガラムーンとかいろいろナイアガラ関連が出てくるんですけど、このナイアガラの由来っていうのは、大滝栄一さんって大きい滝って書いて大滝栄一なんですけども、まあ大きい滝っていうのは、まあなんだろうって考えた時に、あのナイアガラの滝だろうということで、ナイアガラっていう言葉が大滝栄一さんの結構割と代名詞的なね、ものになってきたわけでございます。そして、徐々にね、そこからエレックレコード、契約して、ナイアガラレーベルやっていくんですけども、エレックレコードがね、途中で契約解除しちゃうんですね。ああ、これはね、ダメだということで、途中で契約をね、まあ、予算のことなんかわかんないですけど、解除されちゃうと。で、その後ですね、1975年にナイアガラムーンというね、ものを出すわけでございます。これはね、もうほんとシュガーベイビー、まあ、山下達郎さんなんかも関わっているようなすごいアルバムでございます。で、じゃあ、エレックレコードの、契約が切られたとなったら、じゃあ、今度違うところに、自分のレーベルとくっつかなきゃいけないということで、コロンビアレコードというところに、移行するわけでございます。で、そのコロンビアレコードに移行して、自分のレーベル、ナイアガラレーベルと一緒になって、こう曲を出していくわけでございますけども、まあ一応ナイアガラトライアングルボリューム1とかね、まあいろんなこうアルバムを出していくんですけども、なかなかね、売れなかったらしいんですよね。やっぱり、大滝栄一さんってずっと研究とかされてて、この趣味とかね、趣味思考が結構ね、こだわりが強いというか、かなりマニアックなとこ行ってるみたいな感じで、大衆受けはあんまりしなかったから、あんまり売れなかったらしいんですよね。はい。ナイアガラカレンダーというね、アルバムを出すんですが、ナイアガラカレンダーが全然チャートにね、ほとんど入らずみたいな感じで、なかなかね、売れなかったというような、ことがありまして、でも僕、ナイアガラカレンダー結構いいと思うんですけどね、ブルーバレンタインデーとか、青空のようにとか、まあ、結構僕は好きな曲が多いんですけども、まあなかなかね、売れなかったと。いうことでございます。で、全然売れなかったんですよね。で、売れないから、コロンビアレコードも、もう契約を解除するという、二度目の契約解除になってしまったんですが、まあね、そこでちょっとね、大滝栄一さんも頑張って最後の最後まで一応アルバム作ったんですよ。レッツ・オン・ド・アゲインというアルバムを作りました。このレッツ・オン・ド・アゲイン、面白いアルバムで、なんかコミックソングとかね、替え歌とかが多いんですよね。ヒット曲とか、こう、洋楽とかをね、替え歌調に歌ったりとか、音頭調に変えて歌ったりとか、例えば、ピンク・レディとか、ダウンタウンブギブギバンドとか、あとまあ洋楽だったらプレスリーなんかの曲を、ごちゃ混ぜにこうやって歌ってみたりとか、337秒間の世界一周っていう曲なんかは、いろんな国 の音楽の特徴のイントロをこうつなぎ合わせて音楽を作ったりとか、まあ、かなりね面白いというか発想がすごいねアルバムになっちゃうわけですよ。でも結局あんまり売れ行きが良くなくて、このままコロンビアと契約解除になってしまうということでございます。ちなみにこのレッツ・オン・ド・アゲインなんかだと、後にね、ラッツ&スターとなる、シャネルズなんかもね、一緒に歌ってたりするわけでございます。時代は80年代に入っていきます。80年代に入っていくと、こっから大滝栄一さんの快進撃がドカーンと来るわけでございます。大滝栄一さんの本当にもう最高潮の時代に来るわけでございます。この頃から松本隆さんとタッグを組むことが増えるんですよね。まあ、作詞家として松本隆さんは、まあ、もちろんハッピーエンドからの付き合いなので、これから松本隆さんと一緒にどんどん曲をね、こうプロデュースしていくことが増えます。はい。で、こっから大ヒットをいっぱい生み出していきます。80年代前半で有名なのが、大田博美さんに提供した、さらばシベリア鉄道っていうね、あのいい曲ですよね。あれもジャガジャン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 ってもうあれ名曲でございますけども、まあ、さらばシベリア鉄道がもうドカーンとヒットするわけでございます。そしてまあそれだけじゃなくて自分のアルバムをもう一回作るわけですよ。そのアルバムがアロングバケーションでございます。これがもう大滝栄一さんのもう代名詞と言っていいほど大ヒットを記録したもう超名盤でございます。もうアロングバケーション。これ大好きな僕も、まあ、みんなね、これはもう名盤なんで知ってると思うんですが、まあ、これから大滝栄一さんを聞きたいよという方、ぜひ、このね、アロングバケーション聞いてほしい。本当にこれおすすめ。っていうか、まあ、これからやっぱ入るのが一番大滝栄一さんを楽しめると思います。このね、アルバムは、一緒にね、ほとんどの曲が、まあ、さっきも言った通り、松本隆さんによって作詞されてるんですが、この当時松本隆さんが妹のね、死を迎えてしまって、なかなかちょっと作詞できないっていうことがあったらしいんですよ。でも大滝栄一さんは、いや、どうしても、松本さんにね、詞を書いてほしいよってお願いして、でもね、松本さんはちょっと書けないってなって、徐々にね、発表のね、その日にちがこう遅れてったんですけどね、それでもやっぱ大滝栄一さんは本当に信頼してる松本隆さんに頼む詞を書いてくれということで、発表された。本当はね、もっと早く、
発表するんですけど、もう半年以上繰り越して発表されたというような特徴があって、これめちゃくちゃいいアルバムで、ぜひ聴いてほしいアルバムでございます。その後も、松田聖子さんの風立ちぬとかね、あともう有名なんで言ったら森進一さんの冬のリビエラなんかもこの頃にね、作られて、本当に大ヒットを飛ばすわけでございます。でもこの後ですね、84年に、Each Time という、アルバムを最後にですね、大竹さんは自分の歌手活動を、休止してしまうわけでございます。自分はもうプロデューサー側に回るということで、自分がこう曲を歌って出すということを一旦休止してしまうわけですよね。そして大竹さんはこの85年にハッピーエンドのね、再結成ライブがあったらしいんですよね。それを最後に人前で歌うことはなくなってしまったということで、プロデューサーとか作曲家というものに転身していくというようなことになっていきます。はまあもちろん作曲家プロデューサーとしては活動を続けていくわけでございますが、80年代後半から90年代にかけては、ポップスの研究とかを始めるわけでございます。いろんなね、その昔からまあその研究とか、勉強とかはしていたので、なんかその自分でね、いろんな、海外とかの、音楽について、アメリカンポップスが中心なんですけど、アメリカンポップスの歴史とか研究っていうものを、自分なりにずっとしていくようになります。それ以外にもあとラジオ DJ を始めたりですね、あとまあそのいろんなね、過去の曲をこうリマスタリングをしてみたりとか、アレンジにしてみたりとか、だからまあある意味どっちかっていうと裏方の作業に回っていくというようなね感じで、研究家としてもね、ここから活動を始めていくわけでございます。そして97年に、幸せな結末というあの名曲を生み出すわけでございます。ラブジェネレーションというドラマの主題歌になった、これもめちゃくちゃいい曲なんですけども、これをね97年に生み出すということでございます。はい、ということで2000年に入ってくると、まあ、いろんなね、過去の大滝さん自身の楽曲とかを、リマスタリングするわけですよね。まあ、簡単に言うと、まあ、聞きやすくする作業 をするわけですよ。まあ、2000年代の音楽とか音圧に合ったように、音楽を変えていくというような活動を始めます。あとですね、過去のラジオ番組の音源をもう一回復刻したり、新しい、ラジオ番組というか、まあ、過去のラジオの新シリーズとして始めたりとか、2000年にもこう新たな活動をしていくわけでございます。そして、恋する二人というね、曲を、新曲を6年ぶりに出し、竹内まりやさんのアルバムに入っているフランク・シナトラとナンシー・シナトラの、恋の一言、これをね、デュエット、竹内まりやさんとのデュエットで、出すわけでございます。でこの曲で大竹さんの作品というのは終わってしまうというわけで、これ2004年とかだったと思うんですけども、最後になってしまうわけでございます。そしてまあその後もね、アメリカンポップスの研究をしたりとか、まあそれも一段落ついて、今度じゃあイギリスの音楽行くのかみたいな感じでもあるんですけども、2013年にまあくしくも、亡くなってしまうというような感じでございます。はい、トータルで大竹栄一さんというのはやっぱりもう一つのもう本当魅力としては、かなりの勉強家、そして音楽を愛し続けた人ということは変わりないんですよ。これまでいろんな売れないとこともあったし、売れたこともあったし、いろんなバンドも組んでるし、シンガーソングライターとしてもやってるし、作曲家としてもすごい名曲も生み出してる、そしてプロデューサーとしてもすごい、研究者としてもすごい、もう自分の人生というものを音楽にドカーンとこうね、付け入ってですね、一生を生きた、すっごい本当に音楽と共に生きた人だと思います。なので大竹さんの曲を聴くと毎回新たな発見があって、もうこっち聴いてる側が毎回楽しい気分になれるんですよね。なのでぜひ皆さん、あの大竹さんの、もちろん大竹さん自身のアルバムを聴いてほしいし、いろんな音楽、例えば松田聖子さんなんかもね結構作ってるのが多いので、大竹さんが作った曲というものをいろんなアーティストのね曲でちゃんと調べてみて、これ大竹さんが作ってるのかとか、そういうことを考えてね、ぜひ音楽を聴いてほしいと思います。ここまで音楽を愛した人が作った音楽ということを、これから皆さん楽しんでいただきたいというふうに思います。ということで今回の音楽偉人伝は大竹栄一さんでございました。またやっていきたいと思います。ありがとうございました。